はい、どうも、さきです。ちょっとね、だいぶラフな格好で、ね、いてますけれども、今日ね、まあこの後ですね、ラプレ農園の田んぼの方に行きます。はい。で、僕にとって人生初のですね、収穫です。はい。稲刈りって言いましてね、お米の収穫に行くということになっております。ちょっと緊張ですね。まあ今までね、いろんなこう農作業、まあ入らせてもらって、まあ数ヶ月、まだまだペーペーなんですけど、まあいろんなね、こう作業は体験させてもらいましたが、それを一つ区切りをつけるっていうね、はい。こう稲刈りという、まあね、一つの、まあ、何ですか、集大成みたいなもんですか、こういったのをね、体験するというのは初めてなんで、どんな感じなんかなと、いうふうにちょっと緊張してます。本当だったら、こう稲刈りしてる瞬間とかね、その辺をね、動画に収めて、お届けしたいところなんですけど、もしかしたらね、ちょっとバタついたりとかして、はい、取れませんでしたとかなったら嫌やなと思って、まあ、前もって今こうやってカメラを回してるということですよ。はい。まあ、すごくね、こういう貴重な体験させてもらえるというのは、僕自身もね、すごくありがたいなというふうに思っているし、それ、まあ、認知症の方にもこう、何でしょう、絡めていくんであればですね、やっぱりこういう体験をね、こう、させてあげるというのはとても重要と、認知症状の予防ないし改善にもね、とってもすごく重要と言われているんですね。はい。僕のね、社員研修で教わっている先生曰く、やはりね、どんな人間であれば体験っていうのはすごく必要だと。はい。体験をすることで、こう、将来やりたいこと、夢につながったりとか、こう、今を、しっかりと生きることができるとかね、いうふうにも言われまして。で、まあ、こんな偉そうに言ってますけど、僕自身もね、もっともっといろんなこと体験しなさいと、体験が不足してますよ、佐々木さん、なんていうふうにね、こう、先生から教わるわけですよ。いろんなこと、もう、どんなことでもこう、体験することが、結局今の仕事につながったりとか、この先の人生とか、まあ、もっと広い話で言ったら夢、はい、将来やりたいことにもつながってくるんですよ、っていうふうにこう、よくよく教わるんですね。まあ、今もまだまだ足りませんと。体験が不足していますよ。もっともっとしなさいと、いうふうに言われるんでね。ありがとう、わかりました。ということで、はい、体験を積むと。はい、まあ、今回もね、人生にとっての初の、まあ、稲刈り収穫ですから、ちょっと僕自身の体験にもすごく、つながるし、何かね、それを通すことによって、思うこととかも出てくるのかなと。はい。で、収穫ね、こうした後とかやと、まあ、ありがたいことにですね、もうお米の方をね、まあ、すでに、こう、事前に販売させてもらってて、まあ、ゴミ社長もね、こう言ってましたけれども、まあ、わずか、まあ、10分足らず7分ぐらいだったかな。で、もうね、お米、提供できるお米の範囲をね、もう、満員をね、なんていうの、しっかりね、こう、売り切ることができたと。とてもありがたいことですよね。まあ、なので、今日収穫するお米もですね、お米に仕上がったら、もう、早いうちに、はい、新鮮なうちに、まあ、これ見ていただいてるあなたももしかしたら、注文してくれてるのかな。はい。お届けすることができるということで、とても感慨深いですよね。はい。まあ、ちょっとそういったのも含めて僕もね、体験してくるということです。まあ、ちょっと話を戻しますと、まあ、認知症の子の方にね、話を戻しますと、やっぱりこう体験をね、こう、させてあげるっていうのはすごく重要と。これは年齢に関わらずなんですよね。はい。例えば僕が30代と。だから30代だから体験が必要とか、40代だからまだ体験が必要とか、10代なんてもっと体験が必要。こういうことは言ってるわけじゃなくて、70代、80代、90代であれ、やっぱり体験っていうのは人間にとってすごく必要なんですね。はい。だからまあその人にとってやったことがないことをやるもそうだし、まあ今までやってたけど最近やってなかったこともそうだし、はい。まあ何かね、大なり小なり、まあがっつり田んぼに出なさいっていうのはこの動画通して言いたいわけではないんですね。大なり小なり、その人にとってこうやったことないであろうこととか、チャレンジさせてあげることとかっていうのを、させてあげる。まあこれがね、まあ結果的に認知症状のこう予防改善につながることもあるということです。はい。まあそういうことで、こう、そういう目線で僕もね、患者さんとかをこう見てるとですね、結構焦りとか不安を抱えているとかね、まあそういったタイプの方の、こうね、人生背景とか聞いてると、いろんなことをね、こうやってこなかったとかね、チャレンジしてこなかった、体験がそれこそ不足してたっていうね、方とかもすごく多いなと。だからまあね、ちっちゃいことでもいいから何か挑戦しましょうっていうふうに言ってると、なんかね、そういうふうにね、焦りがこうね、減ってきたりとか、こう不安っていうのを解消してきたりっていうかね、そういったのも、僕自身の体験としてはありますんで、まあこれ見ていただいてるあなたもね、目の前の何らかの形で認知症の方と繋がってると思いますんでね、この人どうかなと、まあ何か、チャレンジさせてあげられることないかなというふうにね、こう、ちょっとそういった目線で、はい、歳やからとか、そういうのはね、関係なくフラットな目で、見てあげると一つね、なんか、思うことが出てくるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、こんな感じでそろそろ動画の方締めていきます。そろそろ収穫の方行ってきます。はい。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。また、こんな風に動画更新していきます。それまで、さよなら。